ヒロイクさんは合唱に対してどういう印象は思い出がありますか時間の無駄だと思ってましたね。あれ何だったんですかね歌の歌い方って音楽の時間にちゃんと教わってる人僕聞いたことないんですよね。人がボイトレを受けてるのとかを横で見てて、歌の歌い方とか声の出し方ってこういうのだっていうの僕それでまあ大人になってから分かったんですけど、それをあの音楽の授業で聞いた試しがないんですよね。みんな勝手に歌えって言ってなんか勝手な声出して、うまい子は上手いんだけどもう最初から上手い子は上手いだけなのよ。別に下手な子 どうやったら上手くなるかを全然教えてなくてただなんかワー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 言っててブレスを切るところとか、まあ、教えてもらうんだけど別にそれってはいしゃべってはい黙ってっていうのだけで音を合わせるとかのやり方全然教えてもらえてないんですよね何だったのだあれって未だに思ってるんですよねでなんか週に1時間音楽の授業とかあるじゃないですか週に1時間ボイトレしたら大抵の人2,3年で歌めちゃくちゃ上手くなりますよ歌ってコツなんですよね高い音出ませんとかで軌道に対してその声,声が出る の声帯をどう振る？わせるか？なので、高い音をきちんと出そうとするには、まず姿勢を良くしなければいけないっていう。まっすぐこう。あの軌道がこう開くようにして、大筋とか腹筋を使って大きな声を出し続けるっていう姿勢がいいっていうのと、体活量が大きいっていうところが割と重要なんですけど、っていう。基本的なことすら音楽の授業ってやらないじゃないですか。高い声で歌ってる歌手とかみんな見るとちゃんと姿勢いいんですよ。で、個性でこうやって歌う人って。多分ひろしぐらいしかいないんですよ。あいつ天才だから真似しないでください。基本的にはみんなあの歌の前オペラ歌手とかって必ずこう。 の背筋まっっすすぐにしてちょっと上向きでこう歌う歌んですよね楽譜持ったりして。っていうその至極当然なことすら教えないっていうのであいつらほんと給料泥棒じゃねえかなと僕思ってるんであの音楽の教師ってあんま好きじゃないです。 え、ハモリの練習はハモリができるようになりたいです。YouTube でハモリ動画を見て練習するんですが上達しません。ハモリパートだけ聞いて練習して覚えたつもりになっても合わせるとシュメロに釣られてしまいます。何かいい方法はないと最近ハモリパートを口笛で吹いて覚えるっていうのをやってみる人ですが、この練習効果ありますかいいえ。え、またヘルフさん的にはハモれるようになるアドバイスをお願いします。ハモリの上手い人って、なんかこのハモリってこういう旋律で歌うよねっていうのを暗記してるんじゃなくて、主旋律がこうだとこれに合わせてこういう音をぶつけると気持ちいい音 なのでこういう音が当たった時に気持ちいいよねというのがわからないともうどうしようもないんですよ例えば美味しい料理を作りたいっていうので味付けとしてなんかちょっと味薄いなじゃあ,あの醤油入れてみようとか味濃いめだからじゃあその薄めるためになんかあのちょっと水増やしてちょっと味をぼやかしてみようとかっていうのって味の感覚がわかる人じゃないと料理の味の調整ってできないじゃないですかなのでそのハモリを聞いた時にうまいハモリと下手なハモリって何なのかって聞いてうまいハモリってこうなんだじゃあこういう音な が気持ちいいよねっていう自分の耳がまずできてないとそもそも上手いハモリができないので上手いハモリと下手なハモリの聴き比べっていうのをやってもしそれでわかんないんだったら向いてないです音楽の才能は8割ぐらいが遺伝で決まるって言われてるんですよね絶対音感とか相対音感みたいなのがあるんですけどであれもほぼ遺伝で決まるらしいので絶対音感があるかどうかみたいなのはなのでもしあのそこまで練習してダメだとしたらもう才能がないっていうので割り切っていただけた方がいいかもしれませんはい。